perfect Smorto. ウォータースポ。ウォータースポ。ウォータースポ。2006年最速の座を目指して戦ってきた男たちがいる。国内最高峰レースフォーミュラ日本、ツーリングカーレースの最高峰スーパー GT。 勝利の女神は一体誰に微笑んだのか。日本最速ドラマの結末が明らかになる。モータースポーツ、さあ今夜も始まりました。モータースポーツの魅力を分かりやすく楽しく、そして日本一の速さをたっぷりじっくりとお伝えするのがモータースポーツです。さあ今夜はスペシャルですね、みえちゃん。はい、行きましょう。日本最速激闘ドラマ2006と題してお送りいたします。さあそれでは早速今夜のゲストです。今シーズンの本命日本で見事チャンピオンに輝いたモバイルキャストチームインパルの監督、星野和義さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。今日はもう本当このシーズンを振り返りつつじっくりとお話を聞かせてください。早いね、1年で終わるのね。あっという間ですよね。さあそして解説はジローさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当星野さんがおっしゃる通りに、例年以上になんかあっという間に終わったって感じですね。それだけちょっといろいろとシーズンもですね、面白かったっていうことでもあるんですけどね。もう激しかったですね。今シーズンは本当にモバイルキャストチームインパル圧倒的な強さでしたよね。チームタイトルだけではなくブノアトレベル選手がドライバーズタイトルを獲得という、そうですね、もっと早くチャンピオンになっていい、その力はあったんですけどね、はい、まあ、たまたまいろんなそのレースだからね、いろんなハプニングがあるでしょ。だからもう本当ブノアチャンピオンになってホッとしてますよね。はい、早速チャンピオンが決定した日本一速い男たちのフォーミュラ日本から参りましょう。最終戦もかなり、最終戦はね、他のレースともうそれ以上にね、そのドラマチックな展開ありましたね。最終戦も後ほどごゆっくりご覧いただきたいと思います。それではまずは第1戦から第8戦の今シーズンのフォーミュラ日本を振り返ってみましょう。波乱の幕開け、最速のドラマ、男たちの激闘を見逃すな。数あるカテゴリーの中で選ばれし22人の男たちが日本最速の座を争う舞台フォーミュラ日本。11年目を迎えた2006年のシーズンは歴史に、そして記憶に刻まれる1年となった。そこには最速を目指した男たちの様々なドラマがあった。日本一速い男の座を独占し続けた誇り高き男が味わった大きく深い苦悩とは。栄冠から一転スランプへ、どん底を見た男が奏でた喜びの歌とは。若さを武器に挑んだルーキーたちが最速のサーキットで見たものとは。日本一速い男の栄光を知る父がレーシングドライバーである息子にぶつけた怒りの訳は。そして何者にも代え難い歓喜の時を抱きしめ涙する男の姿が。史上まれに見る激闘のシーズンとなった11年目のフォーミュラ日本。そこに刻まれた熱き男たちの魂の足跡を追った。今シーズンのフォーミュラ日本はトヨタとホンダがエンジンを供給するなどマシンが一新、新時代へと突入した。そんな中で迎えた開幕戦、富士スピードウェイ。予選ではブノア・トレルイエ、松田継夫、そして元山聡のインパル勢が上位を独占した。アーティングとモバイルキャスト計4台をエントリーする星野和義率いるチームインパル。今年の充実ぶりは目を見張るものがあったが、開幕戦の予選はまさにその通りの結果となった。その中で予選3位の好位置につけたのが日本一速い男の異名を持つ元山聡、35歳。98年、2001年、2003年、2005年と4度のシリーズチャンピオン、
通算24の歴代最多勝利、18回のポールポジション、19回のファステストラップと、全てにおいて他を圧倒する実績を持つこの男は、今年ディフェンディングチャンピオンとして5度目のタイトルに挑もうとしていた。まあ、今まで、 そうですね、何回かチャンピオンを取ってきた中で、まあ、やっぱり2年連続っていうのがね、その自分にとってはなかったので、まあ、絶対に、ね、それにチャレンジして、まあ、それが成し遂げられるかなという思いで挑みましたね、はい。日本一早い男は開幕戦を制することができるのか。しかし決勝は思わぬ結果で終わった。雨と霧の影響で2周でレースが打ち切られたのだ。フォーミュラ日本始まって以来となるレース打ち切り、元山は3位という成績で2006年のスタートを切った。続く第2戦、鈴鹿ポールポジションは開幕戦同様ブノア・トレルイエ。元山は予選で2位につけた。そして決勝、元山に悪夢が。スタートでエンジンストール、オープニングラップでいきなり最下位。まあ、やっぱり開幕戦はね、まあ、雨によってキャンセルになってしまったので、まあ、事実上 の、ね、その第一戦となった鈴鹿のレースで冬の間ね、いろいろ開発してきたスタートシステムにまあ問題があって、でエンジンがストールしてしまったっていうところで、まあ、始まりとしてはね、本当にもうこれ以上ない最悪だなとね、うん、痛いなと思いました。しかし元山は諦めなかった。スタートで喫した屈辱を晴らすため、そしてディフェンディングチャンピオンの意地と日本一速い男の誇りから怒涛の追い上げを見せ、8位でゴールした。このレースを制したのはピア中島のルーキー、ロイック・デュバル。デュバルのキレのある走りと中島悟監督率いるチームの戦略が勝利を呼び込んだ。第3戦、茂木。このレースを制したのは DHG トムスレーシングのアンドレ・ロッテラー。今年から参戦を開始した名門トムスにとって嬉しいフォーミュラ日本初勝利となった。トムスチーム勝ちました。チャンピオン元山ですね。元山は3位に入り表彰台に上がった。勝って当たり前の誇り高き日本一速い男が3位に終わった。そんな元山の定位置である表彰台の頂点を独占する外国人ドライバー、その中でひときわ目立つ成績を上げているのがブノア・トレルイエ。今年で日本でのレース生活6年目を迎えるトレルイエだが、去年までは勝つかリタイアかのスリリングな走りで今一つ安定感に欠けていた。しかし今シーズンのトレルイエはここまでポールポジション2回を獲得。決勝でも優勝、3位、2位と3戦全てで表彰台に上がるなど抜群の安定感を見せていた。元山はここまで一度もトレルイエの上に立てていない。トレルイエは日本一速い男を決めるフォーミュラ日本で元山の指定席を脅かす最強のライバルとなった。まあ、2003年度からネスインパレでブノアはチームメイトとして入ってきて、まあ、まあ、初めからね、本当に速さっていう部分ではね、その僕と同等以上のものがあったし、またその中で結果っていうと、まあ、本人のね、やっぱりそのオーバードライブが原因でのね、そのクラッシュであったりだとかっていうところで、まあ、今年はね、それをまあ抑えるところは抑えてっていうところを完全に身につけただと思いますね。今度こそ自分が表彰台の頂点へ。元山がそんな気持ちで挑んだ第4戦、鈴鹿。このレースは元山にとってフォーミュラ日本参戦100戦目の記念すべきレース。ここで元山の所属するインパルが歴史的快挙を成し遂げた。ブノア・トレルイエ、松田継夫、元山がワン・ツー・スリーフィニッシュを達成したのだ。このブノアから33秒遅れて3位でチェッカー。偉業を達成し沸き立つドライバーとスタッフたち。しかしここでも元山は3位という結果だった。まあ、やっぱりその3位ではね、まあ、もちろんそのレースの内容によるときはあるんですけど、まあ、やっぱり心の底から喜べることはないし、もう、ね、その当然笑顔はもう出ないっていうかね、もう出るようなやっぱ心境ではないですね。まあ、やっぱりその自分にとって、ね、その1位っていうのは本当にもう基準であって、
ね、そこを外したことっていうのはもう、ね、本当に負け以外何のものでもないし、うん、まあ、特に、ね、そのレースでは、まあ、チームメイトに負けるっていうことはね、まあ、同じものを使ってる以上やっぱり言い訳はできないし、うん、まあ、苦しい状況は多かったですね。元山が元山らしさを取り戻せずにいる間、シーズンは早くも折り返しを迎えていた。第5戦オートポリス、元山は予選6番手からのスタート。迎えた決勝は波乱のスタートとなった。元山はこの混乱に巻き込まれフロントノーズを破損、パーツを交換するため急遽ピットイン。そのロスを挽回するため猛烈な追い上げを見せていた10周目にエンジントラブル、リタイアで終わった。これは元山。ここで優勝を飾ったのはチームインパルの両雄でもある松田継雄。松田は6年ぶり2度目となる優勝を遂げた。ベルトを外しました松田継雄です。そして今立ち上がって両手を突き上げました。そして星野監督と今抱き合いました。トップチームに来てね、こうやって公約通り優勝できたことがね、元チームインパルのみんなのね頑張りもあったし、で僕自身も諦めずにねここ何年か頑張ってきた結果だと思うし、まあ、本当みんながね見守っていただけたことでね、本当に心から感謝してます。そんな松田に第5戦での優勝を改めて振り返ってもらった。二十歳の時で3戦目でね、そのフォミュラ日本勝った時はもうその周りがすごくなんですかね、その、まあ、見えなくなったというか、なんかこんなに早く勝ったんだみたいな感じで、ちょっと正直調子に乗った部分っていうのはあると思うんですけど、それが逆にまあ2001年からそのやっぱりね、その努力をねしなくなってたっていう部分はありますよね。なんですかね、どん底って言ったらおかしいですけども、いろんな部分でいい勉強にはなったんですけど。いよいよシーズン後半戦を迎えた第6戦富士。予選でポールポジションを奪ったのが ARTA の小暮隆。これで小暮は2戦連続今シーズン3度目のポールポジション。元山は予選2番手フロントローから今シーズン初優勝を狙う。決勝はまたもや波乱の幕開けとなった。スタート前のフォーメーションラップでポールポジションの小暮がコースアウト。これで元山の前には誰もいなくなり断然有利に。しかし勝利の女神は元山に対してどこまでも冷酷だった。フォーミュラ日本のディフェンディングチャンピオンであり日本一速い男の異名を持つ元山聡。そんな元山が一勝も挙げられぬまま迎えた今シーズンの後半戦。一勝を期した第6戦の決勝、元山は予選2番手の好位置につけた。スタート直後、元山にブノワ・トレルイエと松田継雄が襲いかかる。元山がやっぱり膨らんだ。ブノワ・トレルイエがそのインをついていきました。結局元山はオープニングラップで4位まで順位を落としてしまった。原因は電気系統のトラブル。しかし元山は不安を抱えるマシンを必死に操り3位に浮上。しかしカネーションまたインを狙ってくる。ブレーキング勝負か。しかしここは元山だ。元山です。元山が抜きました。元山が前に出た。元山はこれで3位。このレースを制したのは今シーズン早くも3勝目となるトレルイエ。元山は3位のままゴール。元山にとって今シーズン4度目の3位表彰台、優勝があまりにも遠い。第7戦須郷、この時点でランキング4位の元山、トップのトレルイエとは21ポイント差。このレースの結果次第では2年連続チャンピオンの夢がついえてしまう。なんとかチャンピオン争いに残りたい元山。しかし
予選で本山を不運が襲った。誰よりも早くコースインしたい本山は開始時間に合わせ一番最初にスタートラインへと並んだ。予選開始を待つ本山だが、ここで急遽開始時間が2分遅れることがアナウンスされる。フォーミュラカーは走らなければオーバーヒートを起こしてしまう。慌ててチームクルーの手によってピットへ戻されたが万事休す。本山のマシンはオーバーヒートを起こしてしまったのだ。2分間の遅れが招いた悲劇。結局本山はエンジン交換を余儀なくされ10グリッド降格のペナルティを受けてしまう。そのため予選で3番手となるタイムを叩き出したものの、13番手からのスタートになってしまった。まあ、本当にね、まあ、実際はその僕のせいじゃなくね、そのグリッドは落ちたりしているんだけど、ただそういった状況に、ね、その巻き込まれてしまう、ね、その自分自身のやっぱり弱さもね、そのあったかもしれないし、まあ、そのいろいろな要素がある中にしても、ね、やっぱりその10位だとか、ね、その5位だとかっていう、やっぱり走ってることがもうどうにもこうにもやっぱり許せないっていうかね、もう恥ずかしい以外考えられなかったですね。決勝はまたしてもレインコンディションでのレースとなった。スタート直後から濡れた路面を限界ギリギリの走りで攻める本山、追い込まれ手負いとなったチャンピオンの方向が聞こえんばかりの走り。13番手から5位まで8人抜きでのゴール。その走りはこのレースで2度目の優勝を果たしたロイック・デュバリよりも輝いていた。しかしこのレースの結果、本山の2006年は終わった。日本一速いと言われた男が2戦を残してチャンピオン争いから脱落。まあ、その年間のね、その全てのレースを通してのやっぱり結果であって、まあそれにね、その至ってはやっぱりその前半戦でのやっぱりその力のなさっていうのはね、まあそういった結果に現れたっていうところで、まあそれはもう素直に受け止めることでしたけどね。思うような成績が上げられず苦悩する本山だが、苦しんでいたのは本山だけではなかった。今年デビューした日本人ルーキーたちも日本最速を争う舞台の壁にぶつかり悪戦苦闘していた。ルーキーだからこの順位でいいやとかっていうふうにはレースしてないんで、ちゃんとその22人のドライバーの中の一人としてレースをしてるわけなんで、まあ、あとは本当にやっぱりその先もっと上の順位をつかめるような予選だったりレースをしていきたいと思います。まあ、1年戦って自信を持つこともできた反面、やっぱりこの状況の中で、まあ、やっていくのに、これまで以上に、まあ、闘志を強く持つことはできたし、今は、まあ、経験は足りないけど、まあ、今後間違いなくこの自信が結果に表れてくるんじゃないかなと思います。そしてもう一人、大きな注目を浴びプレッシャーを感じ苦しむルーキーがいた。本山のチームメイト、星野一樹である。一樹はチーム総監督である元祖日本一速い男、星野一義の長男。一樹は開幕戦からここまで思うような結果を残せず苦しんでいた。まあ、ここまでその自分の中ではその少しずつは成長しながら来てる部分もあるんですけど、でもやっぱりその今一歩そのいけない、そのやっぱ日本のトップカテゴリーなんで、すごいやっぱその厳しいですね。まあ結果全然残ってないんで苦しいですね。はい、和樹以外優勝候補がずらりと並ぶ最強軍団インパル。そんな自らのチームに息子和樹を乗せる決断をした父和義は、監督としての責任から成績が上がらない和樹を一括した。
監督とドライバー、父と息子、もどかしさと葛藤が続いていた。第8戦モテギ、いよいよチャンピオンが決まる。この時点でブノワ・トレルイエ、松田継男、ロイック・デュバルの3人がチャンピオンへの椅子取りゲームに残っていた。早くもチャンピオンの権利を失った本山、予選は4位となった。日本一早い男のプライドを守るためには優勝しかない。悲願の今シーズン初優勝は果たせるのか。その決意を胸に秘め、本山はスタートから攻めまくった。本山の走りは監督である元祖日本一速い男、星野和義を彷彿とさせた。そして本山はレース中盤でトップに立った。第8戦にしてようやく日本一速い男が戻ってきた。速くて強い、本来の本山聡の姿が。しかし49周目、突然スローダウン、エンジントラブル。マシーンは力なく止まった。リタイア。またしても不運が本山を襲った。なぜ勝てないのか。本山だけではなく、この日サーキットにいる誰もがそう思った。このレース優勝したのはブノワ・トレルイエ。今シーズン4勝目、文句なしの成績で見事初の年間王者に輝いた。新たな日本最速の男誕生。今年のトレルイエは早かった。本山は新チャンピオンの誕生をどのように見たのだろうか。ただブノワに関してはやっぱり、ね、ここ数年ずっと、ね、その身近で見ていて、まあ、良かったなっていう、ね、その、まあ、一ライバルなんですけど、まあ、思うところもあったし、まあ、今年に関しては、ね、そこに争ってるポジションにも、ね、僕はいなかったので、まあ、とにかくもう来年頑張ろうっていうね、まあ、そういう気持ちで見てました。それは2006年のチャンピオンはブノワ・トレルイエに決まった。しかしまだ残り1戦ある。その1戦、第9戦鈴鹿サーキット。本山聡が全てをかけて最終戦に挑む。星野監督はどういうふうに本山選手を見ていらっしゃいました、今シーズン。そのプレッシャー、要するに全部を背負ってる、うん、だから、まあ、一度途中で声かけようかなと思ったら、そんなのもうそんなもうメンツ、もうね、忘れろと。もう一度もう新人になったつもりとか、いろんなその精神的なね、あれは彼がその彼の中でできるだろうと思ってるからね、全然心配してないですよ。やっぱトップですよ、もうダントツ。まあ僕に言わせたら、周りでごちゃごちゃ言うなってことだよねその、うん、どうにもすることのできないその運っていうのはね、今年はその流れとしてあまりにも本山選手には酷なね、流れの運の年だったかなと。第1戦から第8戦まで振り返ってみたんですが、果たして最終戦はどうなったんでしょうか。ご覧ください。はい、日本最速ドラマの最終章、結末はまたしても雨で始まった。いよいよ今シーズンの最終戦、フォーミュラ日本第9戦鈴鹿。予選でポールポジションを奪ったのはモバイルキャストインパルの松田継男。地元鈴鹿で2勝目を狙う松田にとって今シーズン初のポールダッシュとなった。第8戦でシリーズチャンピオンを決めている松田のチームメイト、ブノワ・トレルイエは4番手。ここまで4戦連続ポールポジションの ARTA 小暮隆は3番手のタイム。そしてディフェンディングチャンピオンのアーティングインパル本山聡は2番手のタイムをマークしたものの、エンジン交換による10グリッド降格のペナルティにより12番手からのスタートとなった。決勝はまたもや雨。豪雨で始まった今シーズン、締めくくりも雨のレースとなった。
気温12度、路面温度13度というコンディションの中、レースはスタート。スタートで抜群のダッシュを見せたのがブノワ・トレルイエ。逆に松田はホイールスピンを起こしスタート失敗。小暮にもかわされ3番手まで順位を落としてしまった。トップに立ったトレルイエは猛烈な勢いで周回を重ね2番手以下を引き離しにかかる。11周目2番手を走る小暮がコースアウト。ヘルメットのバイザーが曇ってしまい視界不良が原因だった。これでトレルイエと松田のモバイルキャストインパルが序盤からワンツー体制を築く。ここ4周ほどはほとんど変わらないというところでしょうかね。雨が強くなる一方、その中で12番手スタートの本山がアグレッシブな走りを見せる。まあ、これがやっぱり本山らしいところですね。そうですね、本山のやればずれて後ろからプレッシャーを与えて、まあ、ドライバーにミスを誘うということなんでしょう。しかし25周目、この雨が日本一速い男の足元を救った。ヘアピンで本山聡がコースアウト。最終戦での必勝を期していた本山、97年以来となるフォーミュラ日本でのシーズン未勝利に終わった。その直後、チームレクリステルモの立川裕二もデグナーカーブでリタイア。立川裕二ですね。これは別ですね。これは別の役でしょうね。本山の後ろに立川いたはずですから。ルーキーのアーティングインパル星野和樹も一瞬ヒヤリとさせたが、こちらは無事コースに戻った。この間トップトレルイエは快調に周回を重ね、2番手松田とおよそ10秒もの差を広げた。今シーズン何度も見られたトレルイエの必勝パターン。雨のトレルイエの異名そのものの走り、新チャンピオンとしての凱旋レースで快走を見せる。しかしそんなトレルイエにも魔の手が伸びた。27周目、トレルイエがスプーンカーブでスピン。そう言ってる。タイヤバリアに突っ込んだ。何があったんでしょう。新チャンピオンがレースを終えた。アウトの演出が乗ったんですかね。いやでも完全にもう水の膜の上に乗ってますね。どちらかというとハイドロのような状況でコントロールを失っていきました。ちょっとびっくり。ここまで安全